急激だな。これね、本当要注意なんだよ。6時からさ、6時から6時20分の間に、はい、50現状止まる可能性は低いと。キロ上がってるでしょ。その通りです。50キロだろ。その通りです。50キロだろ。はい。ちょっとね、25キロだろ。止まらない可能性が。そうです。計画電源あれだよ。7時までやらない。赤圧力超えちゃうよこれ。計画電源やらない。につきましてはバランス取れてますので、あれじゃん、現在1組入っても6時から、6時20分あれがダウンスケールしちゃったじゃん。10時まで対象の地域については水位が、止まらない可能性が止まらない。小堀さん、はい、水位がダウンスケールしてる。うん、これね、もう危機的状況ですよこれ。水位がダウンスケールしてる。おい、あのホワイン官邸にドライウェルの圧力が上がって、そう、ドライバーの圧力が急上昇して、水位が何？早く連絡して。6時10分でダウンスケールしてるんですよ。それまでそれ減ってきてて、始まりませんけど、はい、10時までは大丈夫ですから。第一グループは大丈夫です。減って、それからダウンスケールが6時10分になって、完全にこれ、露出してる状態になってますよ、これ。いますので。少し被りますね。おい、ホワインと官邸につなぎっぱなしできる悪ければですね、電話被る方の方は止まる、20分から止まるということで、予定通りでございます。 もしもし、はい、ですね、ちょっと、あのホワインと官邸の方に同時連絡、上のベント弁を開けるのを早めに開けなきゃいけないと思うんですが、バッテリーはつないであるんでしたっけ？バッテリーは